なんか、日本共産党の山添議員が、少年法改定案に対し、批判の声を上げてるみたいだよ。旭川いじめ事件などで、少年法に注目が集まってるこの時期に、ほんと勘弁してって感じだよね。では、報道内容を見てみるね。日本共産党の山添拓議員は、11日の参院法務委員会で、18、19歳の少年事件を刑罰化する少年法改定案に対し、少年の健全育成という法の目的を否定するものだ、と批判しました。山添氏は、非行少年の多くが家庭で虐待を受けるなど、厳しい環境で育つなど、少年自身が被害者でもあり、少年法の下で保護されるべき存在だ、と主張しました。山添氏は、少年非行は15、16歳が一番多く、17歳を過ぎると減少する傾向があると指摘。18、19歳で非行から脱していないのは、多くの問題を抱えていることを示している、と述べ、少年事件の実態、18、19歳の実像の分析や評価もなく、成年年齢引き下げのみを理由に、法改定に及ぶのは結論ありきだ、と批判しました。この共産党議員、一体何を言ってるんだろうね。18、19歳って、ほぼ大人でしょ。今回の少年法改正案の内容は、18歳と19歳を新たに特定少年と定め、これまでより厳しい扱いにするという内容なんだよね。なんでそれを批判するわけ？山添議員は、少年自身が被害者でもありって言ってるけれど、それって加害者が被害者って言ってるんだよね。そんな甘いことを言ってるから、少年の犯罪が一向に減らないんだと思う。それに、悪質な犯罪を犯す者の中には、少年法を計算に入れて犯罪を犯す人だっているからね。少年法をいいように利用されてるってことなんだよ。今注目が集まっている旭川いじめ事件では、中学生が中学生の行動と思えないような、いじめと称したありえない犯罪を行ってるでしょ。今の少年の犯罪は、昔のような生優しいものではないんだよ。要するに、今の少年法は、今の時代にそぐわないものになってるとしか思えないんだよね。だからこそ、少年法をもっともっと厳しくしないと、今後も少年の悪質な犯罪は減らないと思う。とにかく、少年法改定案の成立は当然のこととして、少年の年齢に関しては、もっともっと引き下げるべきだと思う。時代に合った法改正をしなきゃいけないと思う。日本政府の皆さん、今の時代に沿った法改正のほど、よろしくお願いいたします。